皆さんこんばんは。最近 YouTube の広告制限に怯えて生きている元男の子の青木かのんです。タイトルとサムネにもありますが、私青木かのんはこの度 YouTube の活動を引退しませんだって無職になっちゃうもん。ただね、ふざけて言ってるように見えますけども、ふざけてないですからね。私がなんでこんなに悩んでるかっていうと、YouTube の、 出す動画がですね、広告制限かかってしまい始めてまして、でその広告制限って何かっていうと、動画のその冒頭とあとはその途中とかにたまに広告出ません？でそれが YouTuber の主にその、収入になるんですよね。でそれが制限っていうか、もうほとんど出てないっていう状況になりつつあるんです。で全部の動画があったら私はもう廃業なんですよ。じゃなくて、私のこの出してる動画、約800から1000本ぐらいあるんですかね。その中の動画の中で出せばたくさんの方に見ていただけるシリーズって言ったら何でしょう、皆さん。何？青木かのんちゃんが美人すぎる理由。いや、そういう動画じゃなくて、はい、こちらです。性別トーク動画ですね。それはもう本当ありがたいことにいっぱいの人見ていただいてるんですけども、その動画たちがほとんどが この忌まわしき黄色いマーク、 YouTuber にとってもうトラウマ級に怖いマークですよ。もうこれ見た瞬間に、だからまあ最近私黄色信号を見るたびに失神を起こすんじゃないかって。あ、別に起こさないけど。で私なりに考えたんですよ、この状況を。最近ですね、 YouTube が大幅なこの規約を改定したのか分かんないんですけども、チルドレンを守りましょうみたいな、そういう法律がアメリカでなんか あるみたいで、それで、アメリカの企業じゃないですか、 YouTuber。 だから日本も大打撃を受けるわけですよ。いろいろこうアップデートのその記事を見ると、例えば政治を冒涜することとか、あとは他国をバカにしたりとか、あと宗教系の動画とか、それはあんまりね、いろんな人の考えがあるから動画でこうやって上げるのはあまり、向かないみたいな、スポンサーつきにくいから広告つかないですよ、そういう系はみたいな。でその下にですね、性別みたいな、性別がある、んですよ。え、私ダメなの？でこういう黄色いマークがつく基準がありまして、それが曖昧なんですよね。要は機械学習 AI が勝手に判断して、で、あ、これはあまりその広告載せるにふさわしくない動画だなみたいな感じで黄色いマークつけてやろうみたいな、なんかそういう感じでやってるらしいんですよ。で昔はですね、ちょっとその基準が緩かったというか、私のマネージャーさんに聞いたら、え、本当これは困りますよねみたいな、中の人まで結構てんてこまいみたいで。でついた動画をちょっと見ていきましょうか。ここ最近のだけでちょっとピックアップしますね。で最近で言うと、性転換した後のハプニング5つ大発表っていう、このサムネがあれですけども、はい、制限付きっていうマークがついてますね。ありがたいことに30万再生いただいてるんですけども、それが0円です。辛いですね、それは。正直言うと辛いです。仕事ってやってないっていうわけで いかないですから、ちゃんと仕事としてプライド持ってやってるわけだから辛いですね思ったのが、一見そのタイトルとかサムネ見ると確かにふざけてるように見えると思うんですよ。こんな白目向いてこんなことやってるから。中身を見ると意外とそうでもないっていうか、私の中の、一つのその心得がありまして、親が見ても恥ずかしくない動画。あとはちっちゃい子が見ても健全な動画。お金玉は金色じゃないボールがあってちくわがあるじゃないですか。それが私のこのモットーなんですよ。他にはですね、女友達と銭湯で見比べたら全然違ったみたいな、なんかそういう動画ですね。もう100万再生いってるんですよ、今日撮影時点では。99万8000になってるんです。これも0円ですね。いいんですけど、いや本当良くないよ。で次の動画、これとかもうオンパレードだよ。ほぼ2日連続もう黄色いマークついてるみたいな。
放棄した元男子の胸見て驚愕とか、性転換した人営み最強説、これも中身全然あれなんですよ。だいぶ真面目に話してるんですけど、何なんでしょうか。確かに客観的に考えてみると、やっぱコカ・コーラの CM を、じゃあ私のこの突っ込まれるみたいな、なんか動画に企業さん側だったら出したくないだろうなっていうのは確かに思います。それは気持ちいいとか言ってる動画に気持ちいいのコカ・コーラって皆さん買いたいですか？私だったら買いません。私自身、自分の生き方っていうのは後ろめたいと思ってないっていう、まあ、少しでもこういう性別を変えた人が世間から、あの人たちは苦痛な人生を送ってかわいそうな人たちなんだって思われたくないんですよ。こうやって笑うこともできるし、楽しく生きてる、まあ普通の生き方をしてる、別に特別な存在ではないんだよみたいな、なんかそんぐらい軽いフランクな気持ちを私は思ってほしくて、まあ、ああいう動画を出してたりとか、まあ、私のこの軸でもあるから、なのでかなり私の中で大切な動画なのね、まあ、一番再生数取れるコンテンツではあるんですけども、でも私は広告制限ついても出します、出します。もう広告つかなくてもいいかなって思ってます。もうそれ以外で私は頑張ればいいのかなって、まあ、そういう感じですね。なので今までとあまりスタンス変わらずに動画を出そうと思います。本当皆さんに感謝してるんですよ。最近、まあ、いろんな今までと違った動画、例えば渡るくんもそうだし、なんだろう、食べる動画とか今までそこまで出してなかったような動画を、最近増やしつつあるんですけども、変わらずにむしろ前よりたくさんの方に見ていただけるようになってきてて、すごい私も視聴者さんに助けられてるなって、それはもう本当にすごい思いますね。それがなかったら続けられないですから、これは今までと違う動画ももっといろいろチャレンジしなさいよっていう、この YouTube 様からのねお告げかもしれないんで、まあ、それをいい意味でポジティブに捉えて頑張ります。少しでも、このチャンネルを応援してくださる方はグッドボタンお願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもフォロー画面の下からしてね。また次の動画でお会いしましょう。今日のボーナストラックは、皆さん最近お気づきでしょうか、私カメラ今スマートフォンだけで撮ってます。気づくかな、これアンドロイド、ギャラクシーで撮ってるんですけども、ここ最近初心に帰ろうって言いますか、このミニマリスト的なことをやってまして、なるべく外行くにも、私いつも本当に10キロぐらいのリュックを背負ってるんですよ。もう本当になんか登山行くようなバッグで、なんか友達にいつも言われるんですよね。なんかカノンと一緒に外でなんか行動するとなんか申し訳なくなるみたいな、コインロッカー借りてさ、荷物預けないよって毎回言われるぐらいすごい持ち歩くんですよ。まあ慣れてるからいいんですけど、最近は本当にね、スマートフォンの性能も上がりつつ、こういうなんだろう、まあ、私的には、まあ、意外と使えるなって思ってるんですよね。照明たけば、これ今ギャラクシーのカメラアプリ撮ってないんですよ。それが何かっていうと、フィルミックプロっていう、これ案件じゃないですか、フィルミックプロっていう、トータル4000ぐらいかな、全部なんか有料なんですけども、4000のすごいいいカメラアプリで、ギャラクシーのカメラアプリでもすごいいいんですけども、やっぱり勝手にその美肌補正、あと色彩補正とか、なんか例えばこういう黄色い鳥がより黄色くパッと写ったりとか、ちょっとコテコテに写ってしまうんですね。あんまり補正せずに撮りたいんですよ。なのでフィルミックプロっていう、皆さんの評価聞きたいですね。で、あとここに最近ピンマイクつけてるんですけども、その先輩 YouTuber、 カズチャンネルのカズさんですよ。あんなすごい YouTuber さんに私はアドバイスを前2年前ぐらいかないただいたんですけども、 YouTube っていうのは画質よりも音質をこだわった方がいいよみたいな。やっぱり情報を伝えるから、画質が悪くても音声がちゃんとはっきり聞こえれば内容伝わるし、なのでまあ一応スマホのカメラ撮ってるっていうこともあるので、補助的にこういうピンマイクを入れたりとかね、音になりますよね。なのでそこで補ってるって感じですね。もうしばらくはこれで行こうかなっても思ってます。まあ、照明なかったらさすがにちょっときついんですけども、はい、こんな感じで今回動画終わりますかね。皆さんまた
次の動画でお会いしましょう。2回言っちゃった。バイバイ。